お。Hey everyone! 大会終わりました。で、僕の顔見てわかると思いますけど勝てませんでした。ペリスコープとか Twitter で発表したかな。うん、大輔選手が優勝しました。結構、まあ、いいコンディション、いろんな人も言ってたけど、まあ、今まで一番コンディションで大輔が出てきて、まあ、僕がちょっと課題残る、まあ、試合となりました。結果は2位です。ドン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 、まあ、こんなのもらいました。変わりましたね、このトロフィーが、まあ、1位、2位、3位がみんな違うのもらえて、ここに自分の名前サインしました、うん、そしてこれシルバー、そして今日は、まあ、ビーフ・ササキクラシックということでこれ持って帰れるみたいです。なんか結構かっこいいバッジみんなつけてましたね今日は。まあ負けちゃったんだけど、なんて言うんだろう、まあ正直すごい悔しい。勝てた試合だとも自分では思ってるんですけど、ちょっと僕の性格ちょっと結構考えすぎる時もあって、今回結構考えたんですよ。で、毎回新しいこと、まあ、その関東フィジークもモラカップも今回もなんか同じ、まあ、全部違うプレップやったんですよ。ちょっと今回は結構カーブを、まあ、切りすぎてはいなかったんですけど、カーボローディングの時に十分また入れることできなくて、体の回復がちょっと追いつかなかったかもしれない。ちょっとなんて言うんだろう、筋トレ頑張りすぎたかもしれない、その大会の前の。だからステージ裏でパンプしようとしても、まあ、思うようにパンプできなかったとは僕は思ってるんですけど、やっぱり後でジャッジの一人が僕に来て、モラカップの時の方がもっとパンプしててでかかったよって僕に言ってくれたんですけど、ね、だから、まあ、今回この初めてのカーリングとかやって、まあ、いい感じで、なんて言うんだろう、まあ、カーリングしてるから結構ターニングされてるから、まあ、カットもっと出るんじゃないとかって自分で思ってたんだけど、やっぱり、うん、まあ、十分じゃなかったって感じですね。ワンテイク動画か。で、まあ、後で大会の様子の動画出すんですけど、まあ、今日はこんな感じで皆さんに、まあ、結果発表という感じの動画です。ふぅ、まああと、そっか、あと他のクラスではリバトラ選手も優勝してました。なんかいい感じ、結構いい感じで出てきたからね。ポージングも決まってたし、背中は結構いい感じだと思った僕は。まあ負けちゃったんだけどね、こうやって見えるかな、こうやっていろんなプレゼント、いろんな方がね大会見に来てくれて、応援しに来てくれてね、なんかいろんな、なんかモンスターたくさんもらえたり、あとね、面白い人がね、カネキンといえば、まず、スパムチョ、そして、シシトウガラシ、そして、まあ、モンスター、なんか金、3つプレゼントもらったり、ね、ありがとうございます、本当に嬉しいな。あと、なんか福岡からね、見に来てくれた方もいて、すごいな、なんか。本当にありがとう。まあ、ね、将来フィジークとか出たい、確か出たいとかって言ってたから、まあ、こうやってね、フィジーク大会見るのも結構いい経験になると思うので、まあ、でも本当に遠くからありがとうございます。そしてこんなプレゼント、これ福岡の名物みたい。何かわからない、にわかせんべい？せんべい。そして、この、これ何？綺麗なラップにラップされてる、これは餅だ、 きなこ餅、美味しそう、つくし餅、福岡の名物だそうです。で、これを食べながらなんかね、これをつけないといけないみたい。ここの中目がポチってなんかこれ取れて、これをつけながら食べると分からない、なんかあるみたいまあいいことあるのかなすごいな、ありがとうございますね。ふぅ、まあ、疲れました。今、本当に疲れてる。今回結構出場選手が多かったんですけど、なんていうんだろう、まあ、カテゴリーも多かった。だから、僕のクラスには、まあ、動画後で見れば分かると思いますけど、6人いて、
まあそんなに人は多くもなかったんですけど、僕のカテゴリーにやっぱりまあ大輔選手いるじゃないですか。であとUSBB の方とかで結構高くランクしてる選手も一人、名前忘れちゃったんだけどごめんなさい、もう出てて、まあ結構まあまあレベル高い感じ。あでもね、やっぱり東京ファイナルがあと2週間半後ぐらいに、まあ3週間ぐらいかなにあるんですけど、やっぱりちょっとレベルアップしないと、まあ、短い間にどれだけ、ね、調整できるかが、なんて言うんだろう、まあ、決め手になると思うんですけど、まあ、甘く見れないね。まあ、今回、まあ、課題になることはたくさんありましたって言えばいいかな。まあ、それが一番、ね、なんか、でも、まあ、負けて悔しかったけど、最後にみんななんかステージとか、まあその前にもみんないろんな人に会えて、大会終わってからもみんななんか差し入れとかお土産持ってきてくれて、まあすごい嬉しかった。なんかあんまり負けた感じもしなかった、その時は。嬉しかった。なんか勝った気分。だから本当にみんなありがとうね。で、あと、もしかしたらジムで一緒に筋トレできる、人とも会えたし、まあちょっといろんなコラボの話、まあ結構いろんなコネクションができて、まあ、出てよかったと思います。まあこの感、今見て、まあ結構あんまりバルクが、ちょっとバルクが足りなかった。だからまあよかったんですよ、結局この千葉で失敗して。そうしないと、もしこのままこの感じで東京出てたら、まあいい結果は出てなかったと思う。だからもう今回の東京に向けて、ちょっと、またちょっと、考え直して、まあ、今回は考えすぎずに頑張りたいと思います。もう筋トレもね、オーライ。じゃあ電池もすぐでなくなるから、まあこんな感じで、まあちょっとあんまり嬉しくない結果で終わってしまったんですけど、優勝した皆さん本当におめでとうございます。あとビーフ佐々木さんのビーフ佐々木クラシック、ビーフ佐々木さんがポージングするのも見れたし、すごい迫力あって、あ、さすがと思いましたね、やっぱり。あと、まあ、ボディビルダーたちも見れて、まあ、楽しかった。うん。楽しむことはできた。だから、まあ、出てよかったと思います。それじゃあ、皆さん次の、なんて言うんだろう、まあ、動画を楽しみにしてください。Alright. Work hard and see results. Thank you for watching, and I'll see you again soon.